どうもこんにちは、黒ネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。はい、というわけで今回も冒険をやっていきたいんですが、その前に前回ね、収録が終わった後に赤い月が発生したんで、武器回収と地底探索をやってきました。で、いくつか新たな発見があったんで、まずはその紹介からやっていこうと思います。まずは今着ているこの装備ですね。採掘の装備の服を見つけてきました。これで発光レベルが2になったんで、まあ、ちょっとは明るくなるんだけど、正直明かり花投げてる方が安全なんで、そこまで使うのかなーっていう感じです。まあ、とりあえず見つけてきましたよと。でですよ、なんと朽ちていないゾーラ武器見つけてきました。いや、これはマジででかいね。しかもゾーラの剣を1本と、これだね、槍も1本見つけました。いや、でかい、マジででかい。ゾーラの里にあった深穴から降りて、ちょっと周りを探索してね、見つけました。もしかすると地域によって見つかる武器は変わるのかな。まあ、地上と同じなのかもしれない。で、このね、朽ちていない武器、すごいことに、この朽ちている武器と比べて攻撃力が約倍です。槍は6から11だね。で、剣が6から12。まあ、こっちは本当に倍だね。で、しかも濡れたら火力が倍になるっていうのは残ってるんで、もう完全に上位互換。まあ、なんで今後はこういう朽ちていない武器もガンガン使って冒険、まあ、探索、戦闘をやっていくと思います。まあ、他にも発見はあったんだけど、それ全部言ってると時間なくなるんで、まあ、また時が来たら紹介しようかな。で、今回ですね、やりたいことがありまして、あちら、ペーンのチャレンジだね。まあ前回ね、鬼神装備を見つけはしたんだけど、まあ正直、買わず装備も欲しいなと。あとはまあ、ゼルダのエピソードチャレンジなんで、まあ進めていきたいかなーっていう感じです。で、まあ装備はこれに戻しておこうかな。よし、ペンよ、手伝いに来たよ。よいしょ。おい。相棒も記者らしくなってきたじゃないか。いや、俺の方は情報ない。え？ないの？ほう。お告げに頼ってみる。お告げ？マーロン？馬宿の裏手にお告げをしてくれるコッコがいる？確かにコッコが喋る。え、待って、これ言い方なんか。いや、さすがにコッコに化けることはできねえかな。あの丘の大木の下にいるらしい。本当に？行列ができるって話。まあ、しょうがないでしょう。行ってみるか。コッコ様の言う通り。すげえ怪しいけどな。まあ行きますか。まあ、イーガダンだったらぶっ倒してやら。で？ん？あれか？あ、これっぽいな。すげえ格好してんな、お前。あ、子供もいますよと。さすがコッコ様。私の恋人は探してる感じ。ちょっと順番失礼して。おい、あのことを聞こうかな。いや、やっぱりこのこと。ああ、一応話は聞きに来たが。当たるって有名。あ、いいの？まとめるのに時間がかかりそう。気にしないで。はあ、じゃあ遠慮なく。おい、ここ。お、なんで知ってる？何時のな、リンクだな。ゼルダ姫を探しているのだろう。え？
すべてわかっておる。汝が求めるものを手に入れるためには、いくつかの試練を乗り越える必要がある。その試練受けてみるか。まあいいでしょう。やったら、よかろう。一つ目の試練は、馬宿の頭の上に制限時間内にたどり着いてみせよ。何分？うん。何をしようと構わぬ。あ、いきなり始まんの？ 3、2、1。いけー！ 45秒かな？でもまあ、あの上でしょ？ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。上でいいなら、落ち着いて、落ち着いて。冷静に、冷静に。頑張りゲージも温存しつつ、あの上でいいなら、こっから、通れるふ。いけ！ちょっとずれたか？あ、まずい。これちょっとずれてんな。あ、待って、待て。落ち着いて。ここ！どうだ？オッケー、ゴール！危ねえ。危なかった。見事だ。まあ、すべて分かっておったかな。偉そうに。次に進むとしよう。うん。ああ、これを乗り越えればいいのか。いいよ。よかろう。次なる試練は。あ？丸太を3本ここまで運んでみせよ。え？丸太を3本。まあ、切って、スクラビルドでくっつけてもいいんかな。うん。何秒よ。3、2、1、スタート！ 1 分半か。あ、まあまあまあ、1分半もあるのなら。よいしょ。そうね、切りたいですね。まあ、朽ちてる武器でいいよな。ちょっともったいないけど、まあいいでしょう。おれ。よいしょ。まずは一本。よいしょ。あ、二本。で、三本。で、これをウルトラハンドでくっつければ。これくっつけて一本って扱いにはなんないよな。さすがに大丈夫だと思うけど。よいしょ。で、あとは、まあ、まだ1分ぐらいあるから、落ち着いてこれを持っていけばいいだけの話よな。急だな、ここ。まあ、さすがにいける？あ、よし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 。あ、楽勝ですね。おい。文句はあるんだったら行ってみろ。オッケー、ゴール。どうよ。そろそろ疲れ切ったか？あ？疲れ切ったかだと？馬鹿正直なやつだ。こんなに簡単に引っかかるとは。やはりお前、喋るコッコなどいるわけがないだろう。あ、皆の者？お命ちょうだい。え、皆の者？まさかお前も？違うかい。ほら、おれ。よし、まずは一人。ほら、あ、くそ、やろ。おい、おい、ほら、やっぱ濡れてねえと火力がねえか。あぶね、おれ、よし、あぶねえな、おれ、やった？今回はこのぐらいで許してやろう。偉そうに。次は容赦はせぬ覚悟しておくんだな。逃げたか。あ、ペン。おい、相棒。ちょっと、助けに来んの遅くない？気になっていたら、この大木の方から人が逃げてきてな。一体何があったんだ？いい画壇でしたよ。まあ予想通りよな。うん。まさかいい画壇の罠だったとは。なんか普通に地上に出てくるようになったな。これ、甲賀様倒したからなのかね。お告げを信じてしまった者も多いだろう。うん。お告げは嘘だったって教えてやらないとな。
まあそうね。あーで、これで2件目か。お、相棒の取り分だ。まあお金も大事なんだが、装備は？お、三葉さんから？違うよ。いや、生地もいいけどさ。え、装備は？まだダメ？いや、まあ仲間として認めてもらったのは嬉しいけど。おう。うん。言い方の嘘を暴いて返り討ちにするなんてさすが俺の相棒だ。あ、サッパー出た、サッパー。装備は？ココス様の言う通りコンプリート。いい、もらえないのかよー。あ、じゃあ、落ちてんじゃん。いやー、弱いね。いやー、弱いね。まあまあ、これはいいか。まだもらえねえのかい。あ、レア交渉。殴ってるやつはいるが、壊せないのかね。だったら俺がもらっちゃってもいいのか。チャレンジか。おい、片手剣じゃ無理よ。おう、私が壊して、私が中の宝石をもらうんだからね。でも壊せないでしょ。私は壊せないって言いたいの。そうです。お、じゃあ勝負をしましょう。うん、一撃で壊すことができたら出てきた宝石譲ってあげる。いいの？簡単よ。剣でいくらやっても壊れないんだから。剣じゃ無理だって。一撃入魂。まあ見てなさいよ。こういうのはね、ハンマーで。よっしょい。ほーらねと。どうよ。嘘でしょ。一撃で壊すなんて冗談だったのに、そんな壊し方があるなんて。絶対無理だって思ってたけど、やるじゃん。やるじゃんじゃねえわ。あ、じゃあもらいますよ。お、一撃入魂コンプリート。早くない？琥珀。なあ、サファイアか。ダイヤじゃねえんだな。あ、まあ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 、もらっときますよ。2件クリアじゃもらえないのかね。あ、ならまあまあまあ忘れちゃう前に、やっちゃいますか。どこだっけ、あの、金色の馬。ここだな。いや、グリオークどうなんだろうな。まあ、こうやって横行けばバレないのかなって思うけどな。まあ、まずは飛びましょう。飛んでますね。あー、やりたくはねえな。おっと、あ、ダメか。オッケー、ごめんね。肉は欲しいんでね。まあ、グリオークがどういう技を使うのかとか、どれくらい目がいいのかってのも分かってないんだよな。あ、おー、びくした。これ、ナイス。あぶ、痛い。くそ、かわせなかった。この野郎。くそ、ナイス。動きづらい。よいしょ。あ、くそ。これ、投げんじゃね。よし。なあ、もう減ってしまったじゃねえかよー。まあ、増やしたところで耐えられるかどうかわかんないけどな。くそ。回復。待って、バレてない？あ？奥田か？あれか。これ、危ねえ。ちょっと、邪魔なんですけど、回収。結構近くない？結構近いな、俺。ちょ、待って、こっちから飛んだ方が早い。あ、なんならこの祠にワープしよう。多分その方が安全だわ。
おっと、びっくりした。さすがに上にいるってことはないよね。あー、飛んでるね。やっぱ地形なぁ。端っこ行けばバレないとかなんかなぁ。ま、最終的には馬見つけて、馬に乗って帰るのかな？だったらもう無視して、突っ切ってしまえばいいけど。ただ肝心の馬がいないよと。ああ、違う、狼か。まあ、あいつの相手はしなくていいや。ん？あ！あれだな！近くない？近いな！待て、近いな！ちょっと待って、その位置どうする？あー、一旦ここ登り、まあ、上からパラセール。でもいいかな。正直バレちまうのが一番めんどくさい。まあ、馬にもバレちまうとめんどくさいから、よいしょ。まあ、こっから、怖えな。こっから、よいしょ。真上に降りて、いた！よいしょ。おー、どうどうどう。オッケー、危ねえな。よし。とりあえず、落ち着いたか？で、問題は奴にバレないように。だから、一旦この場は離れたいね。でも離れるって言ってもな、この辺行く？馬で上がれるかどうかわかんねえけど。とりまあ、端の方に逃げよう。いけ。こんなとこにはいられない。まあ、この子が襲われてしまう可能性もあるしな。行くぞ。あ、いいよいいよ。あっいたな。いや、まあ、あれはいいわ。あんなところで看板立てるな。もうそれはね、あいつが悪い。うん、あいつが悪いと思います。よいしょ、危ねえよ。あ、でもここまで来れるんだったらバレねえか。なんかやり合ってる。あー、こいつ前にいた気がするな。あー、まあ、勝手にやっててくれ。今はそれどころじゃない。あ、でもこのルートいけるんだったら。あ、いけるね。よかった。まあ、今の俺がどこまでやれるか知りたいのはあるけど、うん。さすがに、馬がね、巻き込まれるのが一番かわいそうだし、ゼルダが愛した馬でしょ？それを危険な目に合わせるわけにはいかねえわな。おっと敵多いて。まあ、奴らは無視だ。頑張れ。怖いかもしんないけど頑張って。俺がついてるから頑張って。もうちょい。オッケー！あ、ほっこらじゃねえ。こっち。危ない！よし。おい！この子でしょ？この子じゃないってことないよね。おい！あなたが連れているその子！来たー！間違いない、ゼルダ様からお預かりしたのに、行方知らずになってた馬だわ。どうやってあそこまで行ったんだろうな。やつは馬は襲わないんかね？え？一体いつの間に？さっきだよ。うん。記者としての実力を見せつけるのも対岸にしといちゃくれないかい？だってお前が装備くれねえからさ、頑張るしかねえじゃん。お前の手柄は相棒の俺の手柄でもある。よくやった。俺もくちばしが高いぞ。じゃあ装備をよこせ。まあ。え？俺がもらえるの？でも俺にはキツンっていう相棒がいるんですが。あー、この子を大事にしてくれる引き取り手を探してって頼まれてた。でもちょっと、いいんかな。ハイラルの各地を回れば、いつか恩人のゼルダ様とも再会させてあげられるかもしれないもの。
連れ回す気はないよ。何かあった時が本当に怖いから。マジか。じゃあもらうわ。おーマジ。おーけど手綱。はい。これも受け取って。うわいいんですか？王家の蔵。ああ。うん。その子のために残して行かれたものよ。なるほど。おー紫ルピーありがとう。この子をなだめるのに使う頑張り役の材料を買うつもりだったけど、薬はいらなくなっちゃったし、それはあなたへのお礼ってことでありがとう。俺が見込んだだけのことあるな。そればっか言ってない？だったら装備をくれっつってんの。うん。3件目。どう？噂話3件目よ。どう？相棒ってのはいいもんだな。でしょ？いいもんでしょ？だったら褒美はちゃんとちょうだい。いや、まあ、いいんだけど。紫ルピーもいいんだけど、そうじゃないよね、ペーンさんよ。お？報酬に色をつけてくれる？違う。違う。違うっつーの。装備をくれって。マジ？サッパー！サッパーズ！装備をよこせ！ゼルダが愛した金色の馬、コンプリート。嘘、まだくれねえの。あ、違う。犬にも懐かれてしまったが、いや、かわいいな。かわいいな。この子も連れて行きたいけどダメか？まあ、とりあえず、この子を登録するか。いやー、もらうつもりはなかったんだけどな。なんかそれはゼルダに悪いというか、なんというか。おい。あ！そうか！この子の名前も決めないとか。ちょっと待って、考えてねえんだが。どうしよう。ゼルダの馬だろう。はい。いろいろと考えまして、トライホースっていう名前にしようかなと、正直ピンときてないんだけどね。まあ、ゼルダの伝説で、金色なものって考えたときに、トライフォースがまあ出てきて、でまあトライでもいいんだけど、ちょっとつまんないかなと思ったんで、まあ、で、馬だから、まあ、トライフォースっていう名前にしたんだけど、どうかな。名前って後で変えられた気がするから、とりあえずこれでいいか。うん。トライフォース。ダサいかな。おう。いやー、もうちょい考えたけど、あー、とりあえず預けるわ。もう、決めるんだったら決めるで、もうちょい早く言ってほしかったな。見つけたらあなたにあげますねとか言っててくれたら考えといたんだけどな。はあ、まあ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 。いいでしょう。てか装備もらえなか、あ、君にも懐いたね。懐かれちゃったね。かわいいな。あ、でも装備もらえなかったんだよね。どうしようかな。あ、まあ、これは外しといて。他の馬宿。なんかなかったっけ？確かさ、どっかの馬宿がさ、これだっけ？なんか目的地が違ったんだよね。ゴロンシティの方で受けられるよ。あ、これかな？確か暑い場所だと、あるとかなんとか言ってた気がするなぁ。あ、ここってどうだっけ？あ、そうだ。この、大橋馬宿の近くの祠見つけてないんだよね。多分ある。今作も馬宿の近くに祠があるんだけど、ここ見つけてないから、ちょっと探してみるか。
祠？よいしょ。あ、あ、これだな。おそらくこれだな。あー、で、これが馬宿か。それどこよ？あ、あー、近くの崖の上だったんかな。あ、これだ、これだ。よいしょ。ま、ついでなんでこれやっちゃうか。よいしょい。オッケー。マクルキサの祠。では、攻略開始。お、戦いの教え、弓の極意。来たね、久々だな。ってことは弓使えってことか。なあ、あるね。まあ、今持ってるやつ使っちゃってもいいよね。うん、いいや。さあ、何をしろってんだ？ヘッドショットか？さあ、どうする？うん。そなたに教えを授けよう。まあ、もう今更だと思うけどな。敵の、ん？頭部を射抜け、ああ、じゃあ、へっしょだ。任せなさい。他の攻撃は効かぬ。覚悟せよ。あ、よう。あ、まあ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 。やりますよ。ほっ！オッケー！どう？見事なり。で、お次は？あ？どうへ増えんのかい？すべての敵の頭部を射抜け。あ、よう。まあ、キースの目玉使うまでもないかな。オッケー。まずは1体。2体。あ、痛い！おい、ずりーぞ。オッケー！よーし。まあ、ノーダメとは言ってないからね。作用への侵入を許可する。てててて、オッケー。トリマ回収。ゴーレムの弓か。いや、そんなだな。いやー、そんなだね。まあ、本当はもっと序盤に来るところだよね、おそらくね。あー、20本は美味しい。あ、ゴーレムの弓は美味しくないと。まあまあまあ、報酬もそんなもんよな。じゃあ、お宝も期待できないか。まあ、トリマー開けますけど、オープン。あ、でも耐久アップはでかいか。号泣だもんな。なら、号泣、耐久アップ。これいらんかな。強化リザルボ。オッケー。よし。そこそこ良かったわ。はい、戻ってまいりました。じゃあ、ペーンに話を聞いてみますかね。あ、ここか。簡単に終わるチャレンジだったらいいんだけどな。あ？あー、これか。ほい。あ、はい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 。よいしょ。で？あ？あ？あ、そこか。よいしょ。あ、そっち。あ、で、終わりか。オッケー。ホログのみー。やはーと。はい、またね。あ、一応ね、コログの実も、どこだったかな？なんか、動画で行ったところで見落としがあったんで、ちょっとやってます。まあ、今後はそういうのもやっちゃうかもね。あ、お前か？あ、いた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 。特ダネの匂い。なんだ？消えたレシピ？食べ残しのハイラルボックリだけ。おほん？料理をしろと？うん。白ヤギを何とも飼育している。あ、白ヤギが逃げてしまった。うん。本当に？世話係のチャックに聞くといい。おお。オッケー。迷える白ヤギの災難。受難か。
お前か？うん。あ、チャックだ。うん。一斉に逃げ出してしまった。あ、まあ、ハイラルボックリを使えば寄ってくんのかね。あの餌が原因とか、レシピって。ふんだんに使った白ヤギたちの餌のレシピ？それは本物か？うん。健康的な餌を考案している。あー、じゃあ本物っぽいな。丸ごと混ぜ込んだ豪快なレシピ？あれ、偽物かな？レシピの入った瓶ごと風に飛ばされてどっかに行ってしまった。あ、それを探しに行っちゃったんかな？ハイラルボックリをそこらに吐き出しながら逃げちまうなんて。どうなんだろう。あ、ハイラルボックリね。あー、これを追えと。あ、いやー、ちょっとあれは収録外でやっとこうか。はい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 、これだ。ってことは、これを追った先にいるってわけだな。あ？あ、この子たちかな？おい。おい。あー、結構いる。これか？あ？そこにいたのか？あ、これで終わり？そのレシピが気にはなるが。あんたが見つけてくれたんだな。いやー、恩に着るよ。いいえ。ゼルダ様からいただいたレシピを保管していた瓶じゃないか。中身を確認してみるか。なんてこった。あ、じゃあこいつの料理の仕方が間違ってたから。なのかね。めえ、泣いてるね。すりつぶして混ぜなきゃダメ。めえ。めえ。明らかに食べにくそう。そりゃそうだろうな。逃げ出した理由は俺が作った餌のせいだったんだな。すまねえ、本当にすまねえことをした。お前たちをひどい目に遭わせていたのは、他の、めえ、めえ。他の誰でもない、めえ。こんな俺だったんだな。めえ、姫様のレシピを疑っちまって。白ヤギたちを気遣っていれば、レシピの誤解にもすぐに気づけたはずだ。うん。めえ、白ヤギと向き合うか、だよな。心を入れ替えてゼルダ様のように、優しさと思いやりを持って世話するよ。そうしてくれ。レシピを見つけてくれてありがとな。めえ、ほんとお前いつも遅れてくるな。手伝えや。手伝え。見てるんだったら手伝えや。でもどうせ装備くれないでしょ？これで4件目よ。単なる偶然か、それとも。ま、可能性はあるけどね。自らボトルを探しに行った。これ真相明らかになってるか？あ、で、4件目よ。それはいいんだよ。それはいい。成果報酬。来たー！ようやく1個目。え、これ4件達成して1個？なのかな？え、じゃあ全部で 12？滑らず壁に貼り付ける珍しい防具。いや、これこれこれ。これが欲しかったのよ。またね、サルバート。迷える白ヤギの受難、コンプリート。来たー、ようやく来た。これこれこれ。あ、でも滑り軽減なのか。
ま、三つ揃ったら無効になるとか、そんな感じかな？結構大胆な格好してるね、これ。ほぼ裸じゃない？エロ。この装備、エロ。バンされないよね。大丈夫だよね。あー、でもまあ、今後はこういう装備欲しいね。よし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 。あ、まあ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 、また機会があったら、このエピソードチャレンジはやっていこうかな。ではでは、そうね、一旦こっちに戻りますか。よいしょ、戻ってまいりました。いやー、なかなかやりごたえありますね。まあ一個一個は大したことないけどね。よし、では今回ここまでにしておきましょうか。次回はそうね、まあ、この辺の探索を進めようかなと思います。うん。ではでは、よかったらまた次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価していただけるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。